はい、皆さんこんにちは、杉本です。本日は XM にハイパフォーマンスモデルが登場するのでご紹介していきたいと思います。アベモータース。はい、それでは早速ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは XM レーベルというモデルです。こちらは今まで発売された XM に比べてさらにハイパフォーマンスのモデルとなっております。今回ですね、この動画を撮影しているのは本日の10月25日から11月の8日まで、そのレーベルのレッド、 XM レーベルレッドというモデルが日本限定15台、世界限定500台で抽選販売をスタートします。そしてその抽選方法なんですけども、専用の URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからご応募していただければと思います。でまたですね、車両のことをよくわからないという方はちょっとこれからご説明しますので、よかったら動画を最後までご覧ください。まずですね、今年発売された XM、 こちらのスペックが最大出力653馬力、最大トルク800ニュートンメーターで発売されて、すごいパワーがあるなって結構話題になったんですけども、さらにその上を行くハイパフォーマンスモデルのレーベルは最高出力748馬力、最大トルク1000ニュートンメーターで発売されます。もう1000ニュートンメーターって今までちょっと動画で喋ったことのないようなスペックになっております。もうこのスペックを聞くだけでも、もう鼻血が出るぐらい、もうすごいパワーだなと思います。そして0-100は 3.8 秒となっております。 XM レーベルレッドは限定15台なんですけども、その XM レーベルというのは毎年ですね、50台のみの生産台数となっております。こちらもですね、通常の XM に比べて生産台数が決まっておりますので、こちらも希少なモデルとなっております。そしてですね、レーベルは、XM との違いとしてはハイパフォーマンスモデルなので最高出力最大トルクが変わってきます。それ以外のボディサイズとかは変わらないです。少しずつですね、専用のものがついていて、まず XM のエンブレムがレッドに変わります。そしてアクセントバンド、このドアのところからこうウィンドウにかけてのこのモールですね、こちらがハイグロスブラックに変わります。そしてボディカラーはインディビディアルのカラーで6色とプラスブルックリングレーメタリックが選択できるようになっております。そしてレーベルレッドなんですけども、こちらはもう仕様が決まっていて、ボディカラーはフローズンブラック、そしてキドニーグリルのフレームとアクセントバンド、この横のところですね、このモールの部分、ここがトロントレッドというカラーになっております。そしてホイールも専用のものになっていて、レッドのアクセントが入っており、M スポーツブレーキのレッドキャリパーがついております。そしてリアディフューザーにもトロントレッドのアクセントがついています。そしてインテリアはドアトリムの部分にレッドのステッチが入っているのと、 XM のレタリングがこの中央に入っています。そしてエアコンの出るエアベント、こちらもレッドになっています。そしてトリムのカーボンファイバーも専用の少し赤が混じったカーボンファイバーになっております。そしてシートはブラックにレッドのステッチが入って、ダイヤモンドのキルティング加工がされております。そしてヘッドライナーはブラックのアルカンターラになっているプリズムルーフとなっております。レーベルレッドの方はもうブラックに赤のアクセントのみという仕様になっております。こちらがですね、日本限定15台で本日から11月の8日まで抽選にご応募できるようになっておりますので、ご興味ある方はぜひご応募していただければと思います。台数が非常に少ないので、ぜひ当たることを祈っております。はい、本日はこのような動画になっております。ご視聴ありがとうございました。